プロボクサーになりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。高村さんもセンスあるって言ってくれたし。なめんじゃねえぞ。え？簡単な思いつきでプロボクサーになろうなんて言われちゃ困るんだよ。思いつきじゃないです。真剣に考えて。てめえみたいにいつもコテンパンにいじめられてる奴に務まるほど甘い世界じゃねえんだよ。真剣に考えたんです。本気でボクシングやろうって決心したんです。僕も強くなりたい。高村さんみたいに生まれ変わりたいんです。高村さん、強いって何なんですか？強いってどんな気持ちなんですか？わかったよ。あ、来い。俺様みたいになりたいだと？よく見てろ。あ、え、落ち着きな。ああ、これをやってみな。え、僕が？俺ができたらボクシングを教えてやるよ。僕がこんなことを？やっぱ母さんのご飯は最高だ。1、2、3、4、5、6。5枚が限界か。夜が明けたら約束の日だ。くそ、1、2、3、4。だ、やっぱり僕なんかには無理なのかな。生まれ変わるのにも才能がいるのかもしれない。自分で諦めてどうする。自分でやるって決めたんじゃないか。あの音、全然違う。パンチのスピードが違うのか。あの音が、くそ、全然ダメだ。高村さんはあんなに簡単にやってたのに。ん？簡単？軽く。これだ。同じ音だ。何してんだよお前。待ってましたよ高村さん。待ってたって？俺に何か用か？やだな、今日は約束の日じゃないですか。おめえ
なあ、汗だくでいつから。約束ですからね。来てもらえますか。え、もうクタクタで一度きりしかできないと思いますから、よく見ててくださいよ。できちゃったんだよ。これで合格ですよね。ボクサー目指していいんですよね。葉っぱに当たる瞬間、手首のスナップを効かせて素早く握り込む。当たる瞬間までは拳は軽く握る。拳に力が入ってるとかえってスピードが落ちてしまう。それがコツだったんですね。よし。チェッ、しょうがねえな。よく気がついたじゃねえかよ。